マリファナ合法化について考えていることがありますか？まあ、マリファナ合法化について考えていることです。マリファナを深夜に食べるカップ焼きそばとかの方が全然食らうんで、あれ自称なんで、ほんと深夜に食うカップ焼きそばとかハンバーガーとかってみんな気づいてないと思うんですけど、あれはもうリストカットとかと一緒なんで、そういうことの方が全然悪いんで、